さて、で今日ですね、ここの授業で説明する因関数定理とは一体何者でどういう意味があるかというのをちょっと紹介しておきましょう。でまず、数学その他、あるいはその応用、物理もはじめとしていろいろな分野の疑問としてですね、そのいろいろな問題がですね、この因関数の形で与えられるということがしばしばあります。でしかしながら、その際に、実際にそれをですね、y イコール fx の形の関数で表したかったりとか、あるいはその微分係数を求めたかったりとか、そういう場合というのはしばしばあるわけです。そうすると、因関数と、我々がすでに習っている y イコール fx とか fxy といったような関数を何らかの形で対応付けたいということで、まずよく疑問点として最初に挙げられるのは、この fxy イコール0っていうその方程式が与えられたときに、その方程式によって定まる因関数が存在するかっていうことがまず一つ大事な問題としてあります。それから、もし因関数が存在するときに、その微分ですね、x や y による微分っていうのは、どう求められるかっていうことも、非常に関心が高いということなんですね。で、ついでに、言うとですね、一応この因関数定理はですね、この次に習う条件付き極地問題の解法というのを次に習いますけれども、そこで解法として使われているラグランジュの未定乗数法ですね、これもこの微積分2の中では非常に大事なトピックの一つなんですけれども、ここでも用いられているということで、そういう意味でこう因関数定理というのはこの授業では非常に今重要なテーマの一つになっているということであります。ので、ここで習っておくというわけですね。ただ、多分すでに知っている人もいるかもしれませんが、因関数定理は多分非常に複雑ではあります。で、大事なこととしては、やっぱり因関数定理をどう使うかということも大事ですので、最終的にはその因関数定理の使い方をマスターするっていうのが大きな目標になるわけですけれども、ただこの授業をですね、一応数学類も対象としている授業ですので、因関数定理っていうのがどのように示されるかという証明も扱います。その証明は確かに必ずしも優しくはないというか、複雑ではありますけれども、ただ、やみくもに難しいというわけではなくて、こう段階を追って理解していけば、多分、1回では難しいかもしれないですけども、何回かこう段階を追って考えていけば、理解できるものと期待しておりますので、一応、この授業では因関数定理の証明も行います。でこれは数学、特に数学類の皆さんに向けてはもう一つ理由があって、これは数学のいろいろな理論ですね、特にこういった大事な定理が、主要な定理ですね、主要な定理がどのようなステップを踏んでこう証明されるかということを見ておくこともですね、その皆さん、特に数学類の人たちは将来、これから来年再来年とこれから数学を勉強していく上で非常に重要になると思いますので、複雑ではありますけれども、あえてここで取り上げたいと思います。ただ、そうは言ってもですね、教科書の証明を、読んで理解できる人は多分僕の授業を受ける必要はないと思うんですけれども、見てもやっぱりこう何書いてんだっていう感じでこう多分わから結構なかなかどうしたもんかねと思う人は結構いるかもしれませんね。ちなみに、今日この授業来る前にこの因関数定理の証明の152ページから153ページに目を通してきた人ってどのぐらいいますか？別に目を通さなかったからといって全然、悪いことはないですけど、目を通してきた人は、なかなか、よく頑張ったと思いますが、見ても何書いてるかさっぱりわからんっていう人は結構いるかもしれませんね。で、一応僕の授業でやろうとしていることは、この教科書で見ても何書いてるかさっぱりわからんということをもう少し順序立てて、皆さんが考える、もしくは読んで理解する上でのこう一つの手順というか道しるべというか、それを示すことであります。ですので、
ただまあこれを僕の話を聞いたからといって人間ステリーがすぐに分かるかどうかは、まあ、すぐに分かると限らないんでそこは注意してください。僕の説明を聞いた上で皆さんが実際に自分で考える、その手順、その道に沿って考えることで、まあ、理解を早まることは期待しております。じゃあ、まず因果ステリーのステートメントからいきましょう。これは教科書の151ページにあります。D を R2 の回集合として、それから FXY っていうのをこの D から R への、関数とします。で、ここで C1 級って教科書に書いてますけど、これは XY の二変数関数として、X でも Y でも変微分可能で、しかも同関数が連続だという意味の C1 級ですね。それからもう一つ条件は、B のある点 AB で、F は0になりますよと。で、かつ、その AB で Y に関する変微分係数は0ではありませんと。0には等しくないんですよっていう条件があります。で、この時に、先ほども因果関数の定理でちょっと出てきましたけど、この I ですね。点 A を含む回復関、これは X の回復関ですね。それから Y イコール FX、I において定義された関数。それから、正のイプシロン。で、以下を満たすものは存在するというのが、まあ、因果関数定理の主張です。で、こう、いくつかありますけど、一応順番に述べていきますと、まず B イコール FA であると。だから、まあ、因果関数ですので、当然、今 A と B を対応付けたいかですから、まあ、FA が B に等しいですよと。で、それから、Y イコール FX っていうのは、この先ほど定義した、ラージ FXY イコール0によって定まる因果関数ですよと。で、あと、これちょっと、少しよく見ていく必要がありますけど、この i の点ですね、区間 i の点 ix0 と、それから、これなんだ、ちょっと待ってくださいね、これは、あ、いいのか、x が、あ、そっかそっか、もし、x が、x0 が i の点で、それから、y0 と b の距離がですね、イプシロン未満で、かつ、その FX0 と X0 と Y0 をラージ F に代入したら0になったとしたら、これは因果関数でこう Y0 を FX0 の点として表せますよと。で、それからと、任意のこの区間 I の X に対して、この X と、あと FX における点のX によるこのラージ F の X による変微分係数ですね、これは0ではに等しくないという性質が成り立つというものです。で、まあ、いろいろ細かく書くと見ていくと大変ですけども、まずは要はその、まあ、因果関数、こういう因果関数がある領域で定まりますよっていうことが大事な事実です、性質です。で、さらに微分係数についてもこういうことが言えて、この因関数はですね、 FX は X の関数として1回微分可能で、 C1 級ですから1回微分可能で連続と。で、その任意の I の区間 I の点 X0 においてこの F の変微分係数っていうのはこのような形で表せます。これ何を言ってるかっていうと、その結局、ここ、因関数がこのような形で存在するならば、その X による同関数がですね、このラージ F の X による変微分と Y による変微分から求まりますよってことを言っています。ですから、これから具体的に、この、まあ多分次の時間になると、次回になると思うんですけども、まあ、因関数の変微分を求め、因関数の微分ですね。同関数を求めたいっていうときには、この性質が使えるということですね。で、さらに、このラージ F の XI がもし CRQ というのは R 回微分可能であったら、この因関数の FX もやっぱり R 回、同じく R 回微分可能であると。まあ、こういった性質が一応主張として得られます。まず、定理自体がですね、かなり複雑ですので、その、まあ、何が仮定、何が条件で、それで、どんなことが成り立つのかっていうことを、まず、順を追って押さえてください。まあ、今日、この授業の中では、大変かもしれないんですけど、
また家でとかで復習する際に確認していってください。